鳥山石炎、根弱百鬼周囲より、すずりの魂すずりの魂は、鳥山石炎の妖怪画集、根弱百鬼周囲にある妖怪。すずりの生徒も呼称される。墨をするための道具であるすずりの上に、小さな武士たちが描かれており、以下の解説文が添えられている。ある人赤間が、石の石素ずりを、くあへて、文房の数ともとす人か。 平家物語を読みさしてトロトロといねぶる内安東の硯の海の波坂立ちて、玄平の田の下避今見るごとく、現る詩とかや、こし助言詩が、詩石端も思い合わせられはべり赤間が関さんの石硯を文具として愛用していたものが、平家物語を読みながらまどろんでいると、硯の中に海が現れ、やがて玄平の合戦のような様子になったという意味である。これは、 助言師が夜中に読書をしている最中に、あわや米一粒大の甲冑をつけた数百の人物を、暗や硯の上に見たという説話をもとにしたもので、あるとも見られる。助言のの説話は、異文実録などに記載されている。赤間が関は、厳平合戦における、平家の終焉の地であり、かつて下関での壇の浦の戦いで滅びた、平家の恩霊が硯に宿ったものであるなどと、 推殺されている。スズりは赤間が関の名産品であるとともに、平の清盛がそうからりたまわったスズり、松影を平の茂盛が法然の手に返したという逸話があることから、平家一門との関連も深い。昭和、平成以降の妖怪関連の文献では、このスズりを使うと素晴らしい字が書けるようになるという解説、あるいはこれを使用しているとスズりの中から、 海の波音や激しい合戦の音が聞こえてきたり人の声や平家物語の語りが聞こえてくるという解説がされることもある。また不送信の一つであるとする解釈も見られる。ありがとうございます。